フレデリック・モンポーはスペイン・カタルーニャの作曲家。父親はカタルーニャ人の金づくり職人で、母親はフランス人だった。おばからピアノの手ほどきを受ける。15歳の時初めてピアノの公開演奏を行い、1909年にはガブリエル・フォーレが開いた演奏会に接したことから作曲家になることを決心する。 地元バルセロナのリセウ音楽院でピアノを学んだ後、1911年にエンリケ・グラナドスのフォーレアての紹介状を携えて、パリに行き、パリ音楽院への留学を志すも断念。結局その地で、イシドール・フィリップやフェルディナン・モット・ラクロアにピアノを指示する。同年、クロード・ドビュッシーやエリック・サティに強烈に影響された最初のピアノ曲集の第一部を書き上げる。 極端に内気な性格だったため、演奏家として立つことを断念し、代わりに作曲に身を捧げることにした。1914年に第一次世界大戦を避けてバルセロナに戻り、最初の重要なピアノ曲集、内なる印象や魔法の歌、子供の情景を書き上げる。1921年に再びパリを訪れる。1924年にケーキ屋を開くが、間もなく倒産する。 1937年まで神経衰弱のため何も作曲しなかった。また1937年には兄弟の一人が結核に倒れ、父親も同じ病で他界した。1941年にナチス軍によるパリ占領を避けてバルセロナに帰郷同年、国際コンクールの会場でピアニストのカルメン・ブラーボと知り合う。長年にわたって、 友情を培った末の1957年に二人は結婚した。この頃から創作活動の第二期に入った。カタルーニャ帰国後はサンジョルディオーリツ音楽院の教員に就くことができた。その他には目立った公職に就かぬまま94歳で没するまでカタルーニャで静かな生活を送り創作活動を続けた。モンポはプーランクのにダリウスミや エートルビライコールロボス、アルトゥール・ルビンシュタインらと親交があった。モンポーは、商品作家としてとりわけ名高く、繊細、内省的、性質と評される、短い即興的な作品を作曲した。フランス近代音楽、とりわけ印象主義音楽に影響された作風をとり、最低限に抑え込まれた楽曲の展開、非常に小さな形式を枠組みとした表現。 近代的な家政法といった音楽語法が見られる。オスティナート音系や金の模倣、ある種の魔術的、瞑想的な響きに対する文法の好みについて、音楽評論家のライオネル・ソルターは、十字架のヨハネにも似たシジマの声と呼んだ。作品には小説線のないものも多く、エリック・サティの書法と表面上の類似が見られる。個別の楽曲が商品である一方で、商品集が 連作的な曲集へと成長し、最後の曲集が成立するまで長期間を経ることがまま、あった。また一つの曲集でも、着想から発表までにしばしば時間を費やした。文法の子供の情景は、フランスの音楽評論家、エミール・ビューエル・モーズをして、クロード・ドビュッシーの後継者と言わしめ、歌曲集、夢の戦いの第一曲、君の上には花ばかりを初めて聞いた。 作曲家のフランシス・プーランクは感動のあまり3度続けて演奏を求めたという。作品の多くはピアノ曲であるが声楽曲にも優れたものが見られる。彼は演奏会ピアニストとしての経歴を断念したがピアノ作品の作曲は続けていた。1974年には自作のピアノ曲全集の録音を発表しており、これは現在 ブリリアントクラシックスによって復刻された。歌と踊り第14番はカタルーニャ現代ピアノ曲アンソロジーのための単発書き下ろし作品のため、この曲だけ作曲者は録音を残すことはできなかった。ひそやかな音楽や歌と踊りは文法の代表作としてだけでなく、スペイン国民学派なきとの近代スペイン楽団の重要なピアノ曲として再評価が進められている。 結婚前の時期にブラーボによる文法商品集の録音がある。パブロ・カザルスを記念してスペイン教育省がスペインの作曲家に移植した一連の作品の中の一つ。1946年の同盟の自作ピアノ曲の一部を再利用して作曲1977年に出版された。翻訳版が出版されている。ウラディミール・ジャンケレビッチ著。 遥かなる厳然、アルベニス、セブラック、モンポウ春秋社、2002年、ISBN4 から393931572。ありがとうございます。